チャオあっちゃんです。今日は8月28日日曜日、昨日ね舞鶴から、くるっとね日本海ずっと なんていうの舞鶴から、福井の方、敦賀の方まで帰ってきてんけど、帰りにね多賀サービスエリアでいつも買って帰んねんけども、多賀サービスエリアだったら買うのがえびせんの里で、今回えびせんの里で3種類買ってきてんけど、今日ゲソの唐揚げ食べたいと思います。結構好きでね、よく買うね、これ540円です。でこうチャックついてるから、またねパチってやったら閉められるからね、一つ取り出して食べても、またこうやってチャックでピーってやってたら、ちょっとね、まだ食べられるから、長めしますね。結構入ってるのよこれ、何本入ってんの、書いてないわ、書いてない結構たっぷり入ってんのよ。内容量は欄外に書いてるって書いてある。あ、160g って書いてあるの、だからこれあとイカとか他いろんなんだけど、それを、ね、何個か買ってきて、であのジップロックのとこ入れて小分けして、お裾分けしてもいいしね、ご近所さん、まあご近所さんにね、このね、こんなんあのいっぱい入ってるやつ、そう、エビせんいろいろ入ってるやつ、これ540円だけど、これもね、これもね、何入ってるのかな、これいろいろ、350g 入って540円、いろんな味入ってるからね、お土産とかにすごく、ね、500円ぐらいで見栄えするし、結構ねいつもたっぷりでいろいろ買ってきて、お友達とかお父ちゃん家とか、ね、にこうお土産に持って帰ったりするんだけどね、はい、まあ、こんな、食べてみたいと思います、今日はゲソの唐揚げ食べます。香ばしくて美味しい、これね試食コーナーあんのよ、おせんべい売ってる前に試食あって、いろいろ食べ比べして好きなん買っていけるからね、結構みんなたっぷり買ってるよ、結構混んでんねん、美味しくてね、好きでね行ったらよう買うねんけど、最近ねこれよく知多半島やと思うんだけど確か、南知多道路美浜インター入り口かなんかにこの本店みたいなのあるんだけど、昔そこでしか買えへんかったから、ようそこ今日ってことないけど、そこ行く人はよう買ってきてくれたりとか、あっちゃんも時々行ったら買ったりしててんけど、最近ねなんかカリアのオアシス、カリアの、サービスエリアとセントレアとエクスパーサタガ店、ああタガのあっちゃん買ったところね、タガのサービスエリアで御殿場インター南に真似て、いろんなところで売ってます、はい、でよかったら食べてみてください。カリアじゃない、あ、ここで売ってなかったかな、御在所でも売ってた気がする、これ、美味しいんです。よかったら食べてみてください。ではまたね、バイバイ、いかがきでおいしい。